はい、ありがとうございます。スーパーアクティブラーニングということについてお話したいと思います。一般的にはアクティブラーニングというものがあります。つまり、大学の授業のような先生が生徒100人に一方的に話すというものではなく、生徒同士が話をすることによってアクティブなラーニングをしようという考え方があります。そして、私が今言っているスーパーアクティブラーニングというのは、 1>, 1分間で話をするということがすごく大事なポイントなんですね。まず私の方からこのようなメッセージ、スーパーアクティブラーニングがあるよとか、稲森さんがこういうふうに言いましたよ、こういう考え方がありますよね、売上最大、経費最小という経営の原理原則があるんですよ、みたいなことを言ったときに、まず1、1分間でそれをメモをするということなんですね。で、次に2人1組、または3人1組になって、 2人1組の場合には2分間 A さんが1分話をする次に B さんは聞くだけで次に A さんが B さんが話をして A さんが聞くだけという1分で話すトレーニングであり1分間きちんと黙って聞くというトレーニングでもあるんですねつまりこの1分というものを使ってまず自分の中でメモを書く1分間でメモを書くこれとっても大事なことだと思ってるんです えとゼロ秒思考という本を今月に入って読んだんですが同じことを言ってました1分間でメモを書いた方がいいよ最初は1行の男の人もいますとそれが3行ぐらいになりますとそして5行ぐらいになっていきますと女性の方が書く量が多いんですよみたいなことありましたけれども1分間でメモをとにかく5行以上書き続ける過剰書きでもいいのでなるべくそれも具体的に頑張るじゃなくて えと例えば、神社に週に1回は行こうとか、朝行こう、9時までに行こうとか、こう具体的に数字とかを入れながら書いていくといいっていうのが1なんですね、メモ,メモをとにかく書く、1分間で書く、一生懸命書く、で5行以上書くが1です。次に、A さんが B さんに1分で話すという、これも大事なんです。1分間で話をするというトレーニングは、日本中でほとんど行われていません。 で職場でもないんですけども、でも、あえてここに来た時には、1分間で私はこう思うんですっていうことを話してみるということですね。それをやるといいですよっていうのが2つ目の1分です。話す1分。そして3つ目の1分っていうのは、自分が A さんが話して、自分が B さんだったら聞くことになりますので、その相手の話を聞いてるようで聞いてないっていうのが大半なんですけども、それをなるべくきちんと録音するように聞くと言って,言っています。 つまり今僕が話したことをじゃあ全部言ってみてって言ったら多分言えないと思うんですよね多くの人がでもなるべくなら相手の話を録音するように聞く自分の意識を飛ばさない別のことを考えない とっても大事なことなのでそういう習慣を持つといいですよって意味なんです。でなかなかできないんですけどもこういうところに来て毎週の1回でもいいトレーニングをすることによってそれが少しずつでき,できるようになっていきますとそういうところでこういうトレーニングというのは意味がありますというふうに申し上げております。スーパーアクティブラーニング1分で書く1分で聞く1分ちゃんあ1分で書く1分で話す1分ちゃんと聞くという。 ここれがでできることなんですねビジネスマンの基礎の能力としてそのレベルを上げることによって成果が出やすくなりますというふうに申し上げております。